てる例がないのかなって検索してみたら自分最初引っかかんなかったんですけど、一つの可能性としてはもうこういった恐喝脅迫というのが海外で行われて、それを機械報道なんか報道かなんかでそういう脅迫状が英文で出ていて、それを細部を変えてそれを翻訳して、まあ、いわゆるそのソフトに入れて、例えばその1万円札が黒くなってるものを特殊な塗料で落とすためにそのお金を少し出してくださいとかっていうのも世界的に行われてる作業なんです。あ、まあ、そういうのも一環。